超初心者のミカちゃんです。はい、いいですか、どうぞ。ちょっと待ってください、ね、はい、ボールスローイングドリルです。はい、早い、早いね剛速球だよ。そう、もっとゆっくり投げてみよう。山なりで重たいもの、はい、肩の真下から手がぶら下がってると思って、はい、そこに重たいボールが入る。そう、背中も一緒に動かして、そう、だいぶいい。もうちょっと山なりだ。さっきの速すぎましたね。ゆっくりね。足とか足が見ててね。はい、今度ももつけますよ。ももつけて、はい、トントントンって立ててみ、つま先。そうそうそう、つま先、そう、それです。はい、はい、2の、そうそうそう、これがゴルフスイングだよ、一つの。はい、今の忘れずに、うん、で今さ、アドレスした時のその両肘の感覚が変わらないからフィニッシュ。いいよ、どうぞ。1,2 の、はい、回転。あー、すごくいい。ももくってトントントンって、そう、両肘もうちょっと後ろ行く、もうちょっと後ろ、うん、で肘をここ立てて、立てて、こう立てて、右手でトントンってこう叩いて、こう、ま、招き猫みたいな、ポンポンってこう、ポンポンって叩いて、そうそうそう、それです。はい、背中というか上半身すごい使うよね。もっと手で振るような感じだと思ったみたいよ。はい、はい、フィニッシュまで。はい、そう、トントンと、そうそう、そう、手もポンポンって叩いて、はい、もう一回。もう本当に今日初めてこれレッスンしたんだよね。そうはい、いきます。はい、どうぞ。また早くなっちゃう。ゆっくり、はい、トントントン。もうちょっとじゃあバックスイング大きくする。バックスイング、もうちょっと肩の高さまで揺すってみ。そう、バックスイング、そう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 、そこで上げすぎ、もうちょっと。そしたら多分すごく強くなる。それをゆっくりやるのがコツなんだよ。さあ、どう考える。はい、そう、1,2のゆっくりだよ。はい、はい、だいぶいい。もう一回、最初ね、腰の高さだったけど、スタンスもうちょっと狭くして、1にのゆっくり、そうそう、だんだんこのスピード合わせていくの。そうするとゴルフスイング近づいてくるから。はい、ラスト頑張ろう。1、2、はい、回転するよ、ふわーっと。そうだ、今日はこの辺にしとこう、はい、よく頑張りました。今の感覚でね。さあ、剛速球ダメだぞ、さっきの。ゆったり振ってみよう。どうぞ前出て、今の剛速球、うん、ゆったり振ってみよう。そう、ボール投げてる、そう、そうやって打ってみて。はい、どうぞ。ももつけんだよ。もう打っていい。打っていいよ。はい、初めてです。ももつける。はい。お、素晴らしい。ナイスショ。今のゆったり振れた。じゃあもう一回行こう。あ、なんか急いで打つのを意識してました。そうでしょ。急いでボール打ちたいと思うのが初心者なんだよ。ゆったり体の回転と合わせるの。そう、ゆったりね。いいよ。お、すごい。いいよ、素振りしていいよ、ゆっくり。それ体の回転とクラブの振りを、あ、とってもいい。ももつけて、もっと腰回してね。その後ももつけるのね、忘れちゃいます、うん、なんかどうしても。いいよ、はい、はい、すごい、いいぞ。はい、どうぞ。いきます。はい、ゆったり振ろうね。はい、ミカちゃん初回からグッといいよ。グッドですか、うん、やったやったね、頑張ろうね。はい、初心者で頑張っていきましょうね。はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。